女性蔑視とも取れる発言で国内外から批判を受け辞任を表明した東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の森会長の後任を選ぶ候補者検討委員会が今日午後開かれることが分かりました森会長の後任人事を巡っては組織委員会の武藤事務総長がアスリート中心で男女10人以下の選考委員会を作ることを明らかにしていました。 組織委員会によりますと、今日午後、森会長の後任を選ぶ候補者検討委員会が開かれるということです。新しい会長については、性差別に対する問題意識が高い人などを、透明性のあるプロセスで早急に決めたいとしています。今のところ、候補者検討委員会のメンバーや候補者の選考過程などの詳細については明らかにされていません。